クロリア・スコット号事件は、イギリスの小説家、アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち17番目に発表された作品である。イギリスのストランド・マガジン1893年4月号、アメリカのハーパーズ・ウィークリー1893年4月15日号に発表。同年発行の第二短編集。 シャーロック・ホームズの思い出に収録された。シャーロック・ホームズが大学在籍中に手掛けた最初の事件で探偵を職業とするきっかけになった事件として特筆される。ホームズがワトスンに話して聞かせる形式をとり、冒頭以外はホームズの一人称で語られている。役者によりグ、グロリア・スコット・ゴー、グロリア・スコット・ゴーの悲劇などの放題も使用される。大学時代のホームズ、 トレバーフ氏、来訪したハドスン、シドニー・パジェットが、ストランド・マガジン掲載の差し絵電気作家で医師の、ジョン・エイチ・ワトスンは、ベーカー街221バイトで、共同生活を送る友人の私立、指紋探偵ーロック・ホームズが、なぜ犯罪捜査に関わるようになったのか、以前より興味を持っていた。ある冬の夜、ホームズはワトスンに、走り書きの短いメモを見せる。メモの内容は、 意味不明なもので、ワトスンはさすがに首をひねる。ホームズは、このメモを読んだ人物が恐怖に襲われ死んでしまったこと、そして自分が初めて解決した事件に関わるものであることを明かし、事件について語り出す。事件が起こったのは、ホームズの学生時代である。ホームズが大学にいた2年間で作った唯一の友人は、ビクター・トレバーと言った。二人は、ビクターの飼い犬が、 ホームズの足首に噛みついたことがきっかけで知り合う。ビクターがホームズを見舞ううち、親友になったのだった。大学が休みの間、ホームズはビクターからノンフォークにある父親の屋敷へと招待される。ビクターの父親は地主で治安判事も務めている人物だった。屋敷での夕食時、話題がホームズの特技である推理に及ぶ。 トレバー氏から自分について推理するよう促されたホームズは最近身の危険を感じていたこと、若き日に工業に関わった経験があること、ボクシングをやっていたこと、ニュージーランドや日本へ行った経験のあることなどを推理して奇中させてみせる。続いて、肘の薄らいが入れ墨を根拠に、かつて JA という人物と非常に親しかったが、後には、 なんとか相手のことを忘れようとしたのではないかと指摘すると驚愕したトレバー氏は発作を起こして倒れてしまった。発作から回復したトレバー氏は過去には触れたくない素振りを見せる。そして実在の探偵も空想の探偵もホームズには到底及ばないと絶賛し、これを一生の仕事にするよう勧める。このトレバー氏の言葉こそがホームズが探偵を職業とするきっかけになったのだった。 ホームズがロンドンへ帰る前日、屋敷にハドスンという船乗りが訪ねてくる。横柄な態度のハドスンにホームズは不快になるが、トレバー氏は昔の知り合いだからと弁護し、ハドスンに食事も仕事も提供してやるという。7週間後、ロンドンに戻って有機化学の実験をしていたホームズの元に、ビクターから助けを求める電報が届く。駆けつけたホームズに駅まで迎えに来たビクターは、 父親が既得であることを話す。昨日届いた手紙を読み、脳卒中の発作を起こしてしまったのだという。ビクターの話では、ハドスンは屋敷の執事となり、傍若無人に振る舞っていたらしい。トレバー氏は、ハドスンの言いなりで、それに、我慢ならないビクターは、ある時ハドスンを部屋の外へ叩き出す。機嫌を損ねたハドスンは、次は、ベドーズという人物のもとへ行くと言って、 屋敷を去る。ハドスンに出て行かれたトレバー氏は、ひどく動揺してしまった。屋敷に到着したホームズとビクターは、今はの際には間に合わなかった。トレバー氏が遺言を残して、息を引き取ったことを知らされる。発作で倒れるきっかけとなった手紙の中身、走り書きのメモを見たホームズは、それが暗号であることを見抜き、解読に成功する。ベドーズが、差出人と思われるその内容は、 ハドスンがすべてを暴露した、もうおしまいだ。君の命も危ないから逃亡しろというものであった。二人はトレバー氏の遺言に従い、日本ダンスの奥にしまわれた書類を見つけ出して内容を確認する。息子へ、この手紙をお前が読んでいる頃には、私は悪事が露見して逮捕されているか、心臓が原因ですでにこの世にいないかのどちらかだろうで、始まる。それは、 トレバー氏がかつて犯した罪の告白と残悔の文章であった。ボー音での救助、シドニーパジェットが、ストランドマガジン掲載の差し絵、トレバー氏の本当の名前は、ジェームズ・アーミッティジと言った。職業は、銀行員。掛け事での負けが込み、掛け金の支払いを迫られたため、一時的に借りるつもりで、勤めていた店の公金を横領。すぐに返済して、 誰にも気づかれずに済むはずだったのが、想定外だった臨時の会計監査で発覚して、オーストラリアへの流刑となり、小船、クロリア・スコット号に乗せられたのである。巨額の詐欺で、やはり流刑になったジャック・プレンダーガストという男を中心に公開中、囚人の反乱が起きる。アーミティジと別の囚人エヴァンスも反乱に参加した。プレンダーガストの周到な計画により、 反乱は成功する。生き残りの船員を皆殺しにしようとする、プレンダーガストに対し、アーミティジたちはこれ以上の殺戮を止めようとする。その結果、殺害を拒否したアーミティジたちは、グロリア・スコット号を降り、ボートで陸地を目指すことになる。ボートが船を離れた後、プレンダーガストの一派は残った船員の殺害に、向かった。しかし、グロリア・スコット号は突然大爆発を起こし、 沈没してしまう。ボートで救助に向かったアーミティジたちは、唯一の生存者、船員のハドスンを救助する。ハドスンによれば、銃の流れ玉が船倉に積んであった火薬の樽に当たり、火薬が全部誘爆したのだという。やがてボートは通りかかった船に救助され、アーミティジたちはナンパ船の生き残りとして疑われることなく、オーストラリアに上陸する。アーミティジは、トレバー。 エヴァンスは、ベドーズと名前を変え、共に、金郊の採掘で財をなし、イギリスへ戻ってきたのだった。しかし、ハドスンに行方を突き止められ、脅迫されることになったのである。告白は、ハドスンがすべて喋ったとベドーズが知らせてきた、神よ、が、とを、憐れみたまえ、の言葉で結ばれていた。ホームズが指摘し驚愕させた、頭文字、JA とは、トレバー氏の救命そのものだった。 その後、ハドスンとベドーズは、行方不明となった。ホームズは、ベドーズがハドスンを殺害して逃亡したのだろうと、推測している。父親の告白文を読んだビクターは落ち込み、やがて、インドへと旅立ってしまった。ホームズによれば、テライサエンで成功を収めているという。以上が、ホームズがワトスンに語った、初めて手がけた事件のあらましである。 事件の発生した年とアトスンがホームズから話を聞いた年については短編中に明確な記述がない。ホームズの学生時代に起こったこの事件の発生年は1872年から1876年までの諸説がある。青天60編の事件を発生年代順に並べた小中版シャーロック・ホームズ全集を発表したベアリング・グールドの説では ホームズがノーホークの屋敷に滞在したのは1874年7月12日の日曜日から8月4日の火曜日でビクターの電報に応じて駆けつけたのは9月22日火曜日の出来事としている。ホームズがなぜ自分から犯罪捜査に関わるようになったきっかけを語り始めたのか短編中に理由は記されていない。ベアリング・グールドはホームズ側とすんに これまで秘密にしていた話を明かしたのは、最初の妻を亡くして落ち込んでいるワートスンを慰めるためだったと推測し、1887年から1888年にかけての冬のことだとしている。グロリア・スコット号の囚人判断については、トレバー氏の告白文に1855年と明記されていて、ここから事件は横領死流刑に処せられてから30年後と読み取れる。 ベアリング・グールドは、この記述が正しい場合は1885年の発生になってしまうことや、オーストラリアへの流刑がすでに廃止されているという指摘などを紹介し、1845年説に触れている。流刑に関して、クリストファー・ローデンによるオックスフォード版の注釈では、西オーストラリアへの流刑は1868年廃止となっている。 A.B. ジャック・トレーシーシャーロック・ホームズ大百科事典日暮らし正道役河出書防審者2002年111ページ真終盤総編著シャーロック・ホームズ百科事典日暮らし正道官役現処防1997年81から82ページ久保田幸小舟、シャーロック・ホームズ大辞典小林司東山あかね編東京堂 出版、2001年、640から641ページ、ABC コナンドイル著、ベアリング・グールド解説と、週、小中版、シャーロック・ホームズ全集1小池茂漢勘役、ちくま書房、ちくま文庫、1997年、417から482ページ、コナンドイル著、クリストファー・ローデン中、解説、シャーロック・ホームズ全集第4巻、 シャーロック・ホームズの思い出、小林司、東山茜、高田博士役、川で処防審者、1999年474ページ。ありがとうございます。